長距離シュートというのは、最初に少しでもブレると、行った先で相当ブレますので、まっすぐ飛ぶ必要があります。無理やり、頑張って力を加えてしまうと、最後にねじり運動が入り、多少左右にブレてしまいます。ですので、何とかして、自分で頑張るエネルギーではなく、楽に打てる方法を、考えなくてはなりません。私たちはパスをもらったエネルギーをボールに乗せて打つ方法で超長距離シュートを打っています。そこでもらう前に、もらった瞬間に軽く飛び跳ねて、もらった瞬間にその跳ねた力をボールに乗せるというふうにして、超長距離シュートのエネルギー源としています。